はい、じゃあ、僕くんゲームでございます。今回も動画の方をやっていきましょう。ということで、今回ですね、ウィリアプリ2018から2019で、新スキルの実装はどうなる？ということで、これをテーマに動画の方をやっていきたいと思います。今言ったようにですね、新スキルっていうところにね、ちょっと重点を置いて、PS4 版ですね、ウィリ2019の PS4 版で、11個の新スキルの追加が決定されてます。はい。なので、アプリ版にもね、もしかしたら PS4 版同様で11個の新スキルが2019になったらですね、追加されるんじゃないかなというね、まあ、自分の、考えというか、まあ、予想ですね。はい、ぜひ皆さんのね、意見もお聞きしたい。これに関しては、ボディコントロールっていう PS4 版にあってアプリ版にはない能力値だったりもあるので、確実にね、まあ、実装されるっていうことは言えないんですけど、もし、仮にね、実装された場合、公式で、まあ、使ってる選手だったり、効果ですね、そのスキルがどんなようなものなのか、というのを自分でちょっと勝手に考察してですね、今回話していきたいと思います。そう、だから PS4 版の性能だからできるっていう能力っていうか、まあ、スキルもあると思うんで、まあ、ここに関してはね、スキル実装確定とは言えないんですけど、まあ、本当に皆さんのね、意見も、これはさすがにあるだろうとかね、いや、それはないだろうとかも、ぜひぜひ、コメント欄でね、盛り上がってもらえればと思います。はい、ということで、まあ、選手スキル何かっていうと、これですね。多分皆さんもよく見てる、一番右というか、右の方にね、選手の、画面ね、詳細スライドしていくと、こんな感じで、いろんな能力持ってる選手いると思います。これがね、ちょっとスキルを今回まとめたところというか、はい、まあ、ゲームのヘルプのとこから見てるんですけど、そう、やっぱいろんなスキルありますからね、結構このスキルって重要で、そのスキルによって選手のね、良さが生かされたり生かされなかったりもすると思うんでね。で、今回はその11個の新スキルっていうのを、もし仮に実装された場合ね、また戦術の幅広がってくると思うので、ご紹介したいと思います。一応 PS4 版の情報ではあるんですけど、アプリ版にもね、実装されればまた面白くなると思うので、早速ね、行きましょう！さっきも話したように PS4 版の性能だからこそできるスキルもね、11個の中にはあるので、アプリ版にもね、まあ、実現できるかどうかとかいうところも含めてちょっと話していきたいと思います。はい、ということでね、まず一つ目のね、新スキルはこちらね、エッジターンということで、まあ、ドリブル技ですね。ドリブルの新スキル使用してる選手が、バチュアイかな、これベルギー代表の。なのでおそらく2019の PS4 版ではバチュアイはね、エッジターンの新スキル習得してるんじゃないかなと思います。あとはロナウドとかもよくこの技ありますよね。軸裏通してね、こうパッてなんかこううまくステップ踏んで、はい、なのでこの技ね、アプリ版でも一応ね、1ターンねできないことはないんですけど、まあ、スキルとしても特にないのでね、なんか流れもあんまスムーズじゃないんで、まあ、捉えられることも多かったり、なんでアプリ版でももしね、この1ターンのうまく発動とかがねできるようになれば、もっと面白くなるんで、実現してほしいな、これ。お次2つ目がですね、新スキルダブルタッチですね。使用選手がアルゼンチン代表は神の子メッシですね。これ自体はね、フェイント、アプリの左画面ね、フリックで、まあ、相手が来た時にうまくね、噛み合えばダブルタッチ発動しますよね。で、これスキルとしてね、実装されるということは、まあ、アプリ版でもね、もしなれば、おそらくダブルタッチのキレだったりね、まあ、ちょっと速さの部分、スピードというところがね、まあ、精度とかも上がってきて、本当に抜いた時に相手を一瞬でかわせるような速いダブルタッチがね、できるようになるんじゃないかなと思います。これに関してはね、アプリ版でも実装できそうな、感じではあると思うんでね、ダブルタッチ。まあ、楽しみにしたいと思います。三つ目がですね、足裏コントロール。これ使用してる選手が、ベルギー代表アザール選手ですね、ドリブラー。これ何かっていうと、足裏使ってね、ちょっとテンポをずらして、まあ相手のディフェンスの間合いをね、まあずらしたりとか、まあそういうところに使うと思うんですけど、これに関してはちょっと PS4 の、性能をね、フルに活かしたところになるかなと思うんで、アプリ版での実装はなかなか難しくなりそうだね。もしあっても足裏で、まあ新たにね、2019で新たな操作方法が追加されて、足裏でもちょっとボールを扱えるようになるとか、なれば話は別ですけど、今の現状で言うとなかなか難しそうなスキルですよね、実装は。はい、PS4 では R2 ボタンやってやるやつかな、多分。4つ目がですね、ノールックパス。ということで、ここの公式で使用してる選手が、リバプールのフィルミノですね。ロナウドとかネイマールとかもやりそうだけどね。
はい、でこれはね、演出的な部分がちょっと大きいので、まあ、スキルの効果としては相手ディフェンダーの反応がちょっと遅れやすいとかね、やっぱパスコース見てないっていうのはあるんで、そういう感じかな。ただアプリ版にはこれちょっと難しいかもね、これも。やっぱり細かい部分ではあるのでね、まあ、もし実装されたらすごい面白くはなりそうなんですけど、まあ、ノールックパスということで、まあ、見てみたいよね、ちょっとアプリ版でも。アプリ版で今できてることがあるのかな、ロナウジーニョとかなんかできてそうな気するけど、実装どうだろうね。これ5つ目がインターセプトですね。使用している選手がフランス代表カンテ。今現在あるマンマークとかチェイシングとかそういった守備スキルの一つになりそうですね、インターセプト。まあ、これはね、おそらく内容としては、まあ、パスカットを積極的に AI の部分がポジショニングよくしてくれたりとか、本当に守備の部分ですごい強いスキルになりそうですよね。多分他で持ってそうな選手は、カゼミロとかかな、レアルのカゼミロとか、あとバルサのブスケツとか、まあ、あの辺のちょっとね、アンカー系でパスカット上手い選手とかは持ってそうだね。いや、これはアプリ版でもね、なんか実装されそうというか、面白そうですね、これ来たら。お次がですね、ペナルティスペシャリストということで、こちら PK キッカーになります、スキル。はい。これですね、映ってる選手がディバラ選手です。で、このスキル持っておくとですね、おそらくなんですけど、PK の成功確率は高くなると、得点決めやすくなる。自分で PK って蹴るとこを決めると思うんですけど、まあ、必ずしもね、その決めた場所のいいところ、ね、いい場所に飛んでいくとは限らないんでね。ただまあこのスキル持っておくことにより、そのいい角度、いい場所に飛んでいきやすくなって得点決めやすくなるという感じかな。そうだから PK に本当に強くなると。まあ、PK という場面いざという時にね、あると思うので、まあそういう時に大事になってくるのかな。そしてお次がですね、まあ、さっき、説明した PK キッカーの逆、GK スキルのね、PK ストッパーになります。で、ここにいる選手がフランス代表のロリスですね、おそらく。このスキルはね、PK で、まあ、キーパーもね、自分で飛ぶ方向とか決めると思うんですけど、なんかコース当たってたのに入るっていうこととかよくあるじゃないですか。それをきっちり止めてくれやすくなるとか、とにかく PK に対して強くなる。まあ、反応の部分もそうですけど、だからまあ GK スキルのね、一つが追加されるということで、まあ、PK っていう場面もね、本当にワールドカップでもたくさんありましたしね、PK 戦とか。まあ、一つ面白いんじゃないかなと思います。そしてこちらもね、GK 新スキル、GK ハイパントって書いてあるんですけど、高弾道パントキックになります。使用している選手がベルギー代表クルトワ、ワールドカップでも大活躍でしたね。これ今現在低弾道パントキックっていうね、 GK スキルね、蹴るときにパーンってこういい弾道で飛んでいくのあると思うんですけど、まあそれの逆で、高い弾道で多分奥まで飛ばせるっていう、GK スキルになるのかな。はい、だからこれ持っておくと相手のね、まあ陣地の深くまで蹴り込んで、そこからまあ攻めれるといったこぼれ球拾ったりですね、そういうのもできるそうになりそうですね。アプリでもこれはなんか実装されたら面白そうだね。まあ、低弾道パントキックスキル持ってない、ゴールキーパーが取得しそうな感じではありますよね。お次がシュートの新スキル、ライジングシュートですね。これ使用してる選手はちょっと分かりづらいと思うんですけど、ベルギー代表デブライネです。ワールドカップでもね、すごいミドルシュート打ってましたけど、これね、イメージ的には野球漫画メジャー。ね、まあ、野球の漫画あるんですけど、そこのね、重野五郎という主人公が、怪盗高校に行って、ジャイロボールという球種をね、まあ、取得するんですけど、こう、上にホップする感じ。言うみたいな。で、サッカーもそれでシュート打ったところ、上にウィーンみたいな。とにかくね、強いミドルシュートが打てて、まあ、GK も弾くような弾道、というのがね、打てるようになるっていう、まあ、スキルになると思うんですけど、まあ、これ一応シュートも多分ランダム発動になると思うんで、ただね、これモーション的に、PS4 の性能をね、フルに活かした感じではあるので、まあ、アプリではちょっとどんな感じになるかわからないですね。お次のシュートの新スキルがですね、チップショットコントロールということで、コントロールループになります。使用している選手が、リバプールのサラーかな、これ、大活躍だった。スキル内容としてはですね、ループシュート。まあ、ウィリアプリでも2018から実装されましたけど、おそらくループシュートの精度がね、かなり良くなります。はい、これ動画でも見てもらえばわかるんですけど、ゴールのね、角際にループシュートが決まると。はい、なのでシュートでね、通常のコントロールカーブシュートっていうのがあるんですけども、あれに似た感じでコントロールループ、
非常にね精度のいいループが打てるということで、まあ、相手キーパーもね、すごく守備が難しくなるんじゃないかなという技になると思います。はい、そしてラストですね、11個目の新スキルが、ドロップシュートになります。シュートの新スキルですね。使用している選手がフランス代表、ちょっと画像荒いんですけど、ポグバになります。ワールドカップでも、ね、ミドルシュート打ってましたけど、でスキル内容としてはね、これおそらくランダム発動で、今である無回転シュートみたいな感じでね、まあ、ドロップシュートはキーパーのちょっと手前で落として、キーパーがキャッチしづらかったり、ちょっとセーブしづらかったりするシュートを打てると。まあ、でもアプリでもね、これスキルあったらランダム発動でなりそうですよね。というか実際にね、これロナウドでこん前ね、こんな感じのシュートアプリでも打ったんですよね。だからこれはちょっとアプリでもいけそうな気しますよね。うん、ドロップシュート、キック力ありそうな選手が、取得しそうな感じ。はい、ということでね、今回11個のスキルご紹介させていただきました。あくまでね、これ PS4 で追加される11個のスキルですので、アプリ版ではね、ちょっとまだどうなるか公式の発表あるまでわからないんですけど、個人的にはね、インターセプトとか高弾道パントキックとかね、追加してほしいな。また戦術の幅も広がるし、面白そうだしね。ぜひ、まあ、今回ご紹介した新スキルね、2019年もしアプリ版実装されたら、この選手持ってそうだなとかあればね、コメント欄でもじゃんじゃん盛り上がってほしいなと思います。ということで皆さん、今回ご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、また会いましょう。ありがとうございました。